長い冬は終わりを告げた。短い春は瞬く間に過ぎ去り、早くも夏の暖かさが訪れた。季節は回る。人の営みに関係なく、望むと望まないと残酷に。都心の競馬場、一人の男が喧騒の中、馬券を握りしめ、土星を張り上げている。少ない給料を費やし、馬券を買った男の土星は、競馬場内の外回りコースを軽やかに疾走するサラブレッド馬に向けられていた。今日はダービー、大レース。天運をかけた馬は、天下のサラブレッド四歳馬。興奮しないわけがない。だが、競馬場を後にした男の足取りは重い。負けたのだ。畜生。男は駐車場で空を見上げた。憎たらしいほど、青く晴れた空だ。その時、空の中を何かがきらめいた。その瞬間、男の胸を衝撃が貫いた。男は何事かと自分の胸に目を向ける。男の胸にはぽっかりと穴が開いていた。比喩ではない。文字通り、穴が開いていた。なんだこりゃ。男はそうつぶやこうとする。だが声が出ない。胸を貫かれたのだから、当然である。男の胸から大量の血液が吹き出る。なんだこりゃ。男は再び声にならない声をつぶやき、血だまりの地面にどちゃりと倒れた。駐車場にこだまする絶叫、周囲の人間の叫び声の中で、男はわけもわからず息絶えた。うちのワンちゃん、最高に可愛いでしょ？ いえ、あたしの猫ちゃんの方が素敵よ。街中のカフェの外席で、二人の女性が大声で会話をしている。互いのペットの自慢らしい。うるさいな。二人の女性の近くの席に座るサラリーマン風の男が、小さくつぶやいた。せっかくの休憩が台無しだ。男はちらりと二人の女性に目を向ける。男の視線に気づくことなく、二人の女性は声高らかにおしゃべりを続けている。二人の手元には、それぞれ可愛らしい犬と猫が、おとなしく腕に包まれている。逃げることも声を上げることもない。お前らもご主人様の規制に耐えてるんだな。男は二匹のペットに心の中で同情する。その瞬間、男の視界にまばゆい光が瞬いた。ほんの一瞬だったが、男は眩しさで目をそらす。その時、男の視界の片隅に黒い何かが横切ったような気がした。その直後、ぴたりと二人の女性のおしゃべりが止む。
やれやれ。目を開けた男は、何気なく二人の女性に目を向ける。そして、息を飲んだ。驚きの中で男は、二人の女性の声が止んだ理由を把握した。並んで座る二人の女性の顔が、なくなっていた。首から上が消えていた。女性のそばの地面に赤く黒い塊が二つ落ちている。首から上が切り落とされていた。瞬く間に一瞬で二人同時に。腕に抱えられた二匹のペットに首から吹き出た血液が降り注ぐ。赤く染まる中で二匹のペットは何事もなかったかのように声を出すことも逃げることもなかった。大学の帰り道。夕暮れの中、ミチルは郊外の住宅街を歩いていた。少々偏屈だが、物知りで頼もしい先輩の研究に付き合っていたために、帰宅の時間が遅くなってしまった。太陽が西の彼方の山に沈む寸前、夕焼けの中、ふと鳥の鳴き声に反応し、ミチルは空を見上げる。ミチルの視線の先で、カラスの群れが空を飛んでいた。赤く染まる空を覆うかのように、飛ぶ黒い鳥の群れは悠然であり、ミチルは足を止め、その光景を見つめていた。その直後、キャー！声が住宅街に響く。その声で、ミチルはカラスの群れから目を離す。今のは叫び声だった。その声は、近くの公園から聞こえてきたようだ。なんだろう。ミチルは叫び声がしたと思われる公園に向かった。公園に着くと人だかりが目に入る。何かあったのだろうか。ミチルは近くにいた中年の男性に聞いてみた。男性によると、この公園で血だらけの死体が見つかったとのことだった。しかも事故ではないらしい。何か事件だろうか。人だかりの隙間から血だまりに横たわる死体の姿が目に入った。ミチルは息を呑む。他人の死体を、しかも無残な姿の死体を見るのは、初めてだ。ミチルは死体には申し訳ないが、不快感を覚え、公園を後にする。その時、ミチルは自分の足元に何か黒いものが落ちているのに気がついた。なんだろう。ミチルはそれを拾い上げる。それは、長さ10センチメートル、幅2センチメートルほどの黒いナイフのようなものだった。左右の刃があるタイプの小さい刃物だ。だが、奇妙なことに、柄の部分が非常に細い。柄の直径は3ミリにも満たない。
しかし歯の部分は細く鋭利であり、油断すれば触れただけで手を傷つけかねないほどだ。少なくとも切ったりついたりするような用途では使えない。当然殺傷力もない。なんだろうこれ。その珍しさに惹かれ、ミチルはその刃物をハンカチで包みカバンに入れた。今度先輩に見せてみよっと。そうつぶやいてミチルはキロに着いた。ある日のニュース。本日未明、人体の一部が突然に貫かれるという事件が発生しました。被害者は即死。被害者に同伴していた妻によると、突然光の塊が夫を貫いた。光の塊は夫をめがけてきた、と証言しており、先日より続いている連続死傷事件との関連が予測されます。